はい、彼女は、ブラウンマッカレルタビーの女の子です。先ほどの男の子ちゃん、ややさんの兄弟ちゃんは非常にこのあの兄弟は似ていて、ブラウン同じブラウンマッカレルタビーなんですけど似ているんですが、やっぱり彼女の方がちょっと女の子らしいお顔つきですね。耳の飾りでもすごくしっかりついてきました。お顔のタビーもはっきりしてます。おトイレも大丈夫覚えてます。そしてお顔のここのお鼻のところの筋も結構いい感じなんで、結構立派な女の子になってくれるんじゃないかなと思っております。ご覧いただけるようにこのタビー、島ですね、島もちゃんとしっかりとありますので、ベビーコートが抜けるとがっしりとした素敵なメインクーンになるのではないでしょうか。里江さんはまだ決まっておりません。お問い合わせ、お待ちしております。